クロノスは、かつてマツダが製造、販売していたセダン。1991年、カペラの後継として、新しいマツダのミドルクラスセダンとしてデビュー。3ナンバー税制改変の恩恵を受けた、三菱、ディアマンテなどの人気から、競合車種たちが、のきなみ大きくなる傾向にあった中、開発当初は5ナンバー寸法での設計も行われ、試作車での走行実験も行われていたが、 新たな GE プラットフォームが採用され、クロノスも3ナンバー、ワイドボディとなった。このプラットフォームをベースに生まれた数々の姉妹車たちも、U ノス500を除いて、小型車枠を超えることになった。当時の松田は多品種少量生産を施行しており、豊富工場での生産ラインは、一つのラインでこれらの姉妹車を同時混流で生産できるようになっていた。日本ではバブル景気に乗じた、 5チャンネル化と3ナンバー化を発端としてカペラの名前を止した結果知名度と販売台数が圧倒的に減少した。ここにバブル崩壊が加わりさらに当時世界中でヒットしていたロードスターの利益をすべて新型車に投入した結果倒産の危機に陥ってしまった。これがいわゆるクロノスの悲劇である。輸出名はマツダ626であったが 国内では3ナンバー化にあたり、カペラの名前を引き継ぐことはユーザーに対して不誠実とされた。そのため他社が同様のケースでも社名の変更を行わなかったのに対し、松田の場合は長年親しまれたカペラの名前をクロノスに変更した。さらに松田店、アンフィニ店、ユーノス店、オートザム店、オートラマ店に姉妹車を割り振り、統一した名前を付けなかった。 これらの販売戦略により圧倒的な知名度不足が発生し、当時としては非常に贅沢な作りを持っていたのにもかかわらず、姉妹車すべてを含めても月版1万台に届かないという極めて深刻な販売不振に陥ってしまった。なお、クロノス登場後も5代目カペラはカーゴの未生産、販売を継続していた。ボディタイプはノッチバックの4度ダンのみ。 同じフロントのマスクを持ったアンフィニテン1000倍の MS-6 は、その後ドアセダンモデル。当時のマツダのスタイルの特徴で、滑らかな曲線で統一されたスタイルは、ボリューム感があり、それまでの日本車における王道的セダンの典型だった、トヨタクラウニア日産、セドリック、グロリアのような、狭くて細長いスタイルと比べ、とても新鮮味のあるものだったが、クロノスのスタイルは、 その後生まれるユーノス500やユーノス800のようにまだ熟成、宣伝されておらず、そのエクステリアは取って付けたようなグリーンハウスなどデザイン的なまとまりをやや描いていた。また堂々たる3ナンバーサイズのセダンボディであるが、全幅の拡大分は主に規制が強化されつつあった側面衝突安全基準への対応に費やされた。特にアメリカの衝突安全基準イコール、 MVSS に対応しようとサイドインパクトビームをドア内部に装備しているため CM で言われていたほど室内幅は広がってはいない。またフロントオーバーハングを長く取りキャビンはクーペ風に絞り込むという当時のデザイントレンドを捨てきれなかったこともあってサンナンバーカは室内空間の拡大にあまり寄与していない。またクレフのような姉妹車も現れたが 商業的に成功しなかった。生産台数34,096台。ありがとうございます。